こんにちは。24時間子育て中の速稼塾の久保でございます。お金に関して今回テーマいただきましたね。よくね、人はこう言うんですよ。日本人はお金にマインドブロックがあるとか、お金を稼ぐこと、お金を話題にすることは悪いことだっていうふうにね、みんな思ってるっていうふうに言ってますけど、そんなこと思ってる人いるんですかねっていうのが私の率直な一番目の感想なんですよ。逆にですね、お金が悪いことと思っている、お金にブロックがあるというマインドブロックがかかっている人がこういう発言をするんではないかなと。お金に関して悪いとかね、汚いとか言ってる人、私はちょっと見たことがないというか、私の周りだけなのかもしれませんけども、お金を大切にするとかね、でお金をきちんと使うとか、そういう話は聞きますけども、お金の話題を出しちゃいけないとかね、お金がどうこうってのはないと思います。今回も出産に関してやっぱりね、現金を送っていただく方って結構いたんですけども、一番助かりますよね。これが下手にね、これを商品とかにするといらないもんとか来たり被ったりとかするわけですよ。だからやっぱお金にするのが最もシンプル で公平で平等なんではないかなと思いますし、きっとね、そのお金を悪いとかお金を汚いっていう声が聞こえるってことは、そういうことを思ってる人に集まるのか、もしくはどうなんでしょうね。いや、とにかくね、ちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけども、私は特にお金が悪いこととかお金にブロックがあるっていう人はいないというふうに考えてる方なんですけどね。むしろなんかね、セールスをする人が、なんか情報商材とかのセールスする人が必ずこれ言うんですよ。お金を稼ぐことはいいことなのに、日本人はお金にブロックがありますよとか言ってね。これは何の意味があるのか、分からないようで分かっているんですけども、これ別に誰もね、お金汚いものとか労働の対価とか貴重なものじゃないですか、大切に使いましょうとかっていうので、お金を使うってことは誰も止めてないような気がするんですけどね。まあでも、多分お金に対して悪い印象があるっていうのは、日本が戦争してる頃はそういうふうなね、ことを言ってる人がいた、贅沢は敵だみたいな人がいましたけども、そのことを引きずってる人がもしいればそういうことを言うのかなと思いますけども、残念ながら私は戦前の生まれとか戦中の生まれの人に塾生さんがいないんで、まあ、全てはね、高度経済成長のお金によって助けられた人とか、お金に希望を持ってた人ばかりとしか私はちょっとお付き合いがないんで、ということが一発目ですかね。で、私も商品売ってましたけども、私ね、商品売るときって最大で1000万のもの売ってるんですけども、でもね、これね、私はね、安いと思って売ってるんですよ。価格相応だと思うなんて思ってなくて、その言葉にするなら、私の商品っていうのは相対的にただ同然と思ってるんですよ。いつもですよ。で、今回2017年の年末からね、速稼塾ジェネシスってものを販売しましたけども、年に1回相対的にただ同然だと思いますよ。30年間で3万円払ったら、もうあとは払おうが払う前がどっちでもいいみたいなね。請求もしません、契約書も書きませんと。で、価値を感じなくなったら払わなくていいし、価値を感じても払わなくていいみたいなね。こんなことを言うね、高額塾ってありますかね。しかも頭金の3万円を交渉次第では1000円にした人もいますよってことをね、ベラベラ喋ってるわけですよ。でもやっぱりね、人はお金が悪いこと汚いことって思ってないんだろうなと思います。満額払う方って結構いるんですよ。で、1年経ったらもう満額払っていたみたいな人もね、います。全体の4割ぐらいはもう満額払ってくださってるんですよ。それは実際に皆さんが利益をね、大きく出してくださったから、その一部で払ってくださったという義理人情の世界もありますし、まあ結局ね、綺麗に払いたいと思ってるんだろうなと思います。そういうふうな誠実な人がおかげさまで私の速稼塾ってものに目を向けてくださってるんだろうなと思いますし、もっと言えばですね、払わなくったっていいわけなんですよ。で、払わないという権利を行使して自分の資産をどんどん増やしていっていただいても私はすごく嬉しいですからね。何も私はね、速稼塾のおかげでどうにかなったなんて自分から言うつもりはないんですよ。皆さん一人一人の行動と素質があったからそうなっただけで、私はね、ちょっとだけ何かね、ヒントを出したかもしれませんけども、結局は行動してくださったのはその方なんですよね。で、行動力があったってことだと思います。ほとんどの方はそうだと思います。で、多くの方がね、そのお金にこだわりすぎてるんですよ。例えば老後の資金のためにとかね、結局なんか、結局は最後お金に頼ろうとしてるところがそこにあるんですよ。なんかそこはね、大きく私はね、生まれての物心ついてから、結局お金に頼る人間ってのは何なんだろうと。人間ってのはお金よりも価値がある存在だと思うのに、なんで人間はね、
人間に目を向けずにお金に目を向けるのかな、そういう意味ではすごく寂しいなと思いましたね。で、実際お金って別になくても人に頼んだらそのご飯ぐらい食べさせてくれるし、あのお下がりの服ぐらいくれますしね、道は案内してくれるし、すごく親切な方ばかりだと思うんですよ。で、そこには必ずしもお金なんて絡まなくても、あの例えばね、何かを食べ物をあげたいっていう欲求を満たさせてあげてるんだっていうところもあるんですよ。で、自分の作った料理を誰かに食べてもらいたいっていう、そういう欲は誰でもありますからね。じゃあそういう人とただ食べたいっていう人をマッチングすれば、それで世の中丸く回ると思うんですよ。まあフリーライダー理論っていうのがあって、ただで人生を送ろうとする人がいっぱいいると、それはそれで間に合わなくなるよっていうけども、まあそこはね、なんていうのかな、お金にこだわりすぎてると結局はその商売が悪いって言ってるわけではないんですけども、お金のために、生活費のためにやりたくもないことをやるっていうことになっちゃうんですよ。これはちょっと一部ね、誤解をちょっと恐れずに言いますけども、その刑務官っていう方がいるんですよね。刑務官の中でもその死刑囚に対して死刑を実行する刑務官っているんですよ。あのボタンが3つあって、3人同時にそのボタンをそれぞれ押すんですけども、そしたらね、あの公主台の床がポンと落ちて、それでまあいわゆるね、人を殺すための権利を行使するわけなんです。それね、仕事としてやってるんですよ。給料もらってやってるんですよ。で、しかもその仕事ってかなりのストレスなんで、それが元で退職したり自殺しちゃう人もいるんですよね。で、当然ですけども、そのね、死刑を実行する刑務官さんって、どんな凶悪な犯罪者がそこの公衆台にいようと、個人的に恨みないのに、あのお前給料やるから殺せって言われるわけですよ。お金やるから殺せと、お前の生活やるから殺せって言われてるわけですよ。単純に言ったらね、その自分たちが暮らしていくためとか、自分の家族を守るために、まあ、ある意味ね、その見ず知らずの恨みもない人を国の権限を借りて殺して、で自分もね、精神を災難でしまうとか言って、お金のために働くっていうことを究極例えると、こういうことになるんですよ。で、皆さんはだから、あの多くの方はね、そこまでやってないって感じるかもしれませんけども、食品業界に勤めてる人はお金のために生命を殺してっていうふうなことを言うとね、確かにそうだと思うし、そこまで言わなくてもライバル会社に勝つってことは、ライバル会社はもしかしたら首くくって死ぬ人もいるわけですよ。で、商売っていうのはとかくですね、誰かの生き死にに全部関わってます。情報商材も同じですけども、情報商材を買って絶望して自殺みたいなこともね、私は直接は知りませんけども、想像できるじゃないですか。だからそういうところにお金がなくても困ってて、最後のお金ももうぶん取られちゃった、そして困ってる人に対してまたね、30万とか50万の一括で支払いを請求するっていうのは、なんかね、首に縄かけてる人を後ろから蹴り飛ばして崖の下に落とすようなことをしてるんじゃないかなとさえ思うんですよ。だから私は、いろいろね、ビジネスってのはどんなものか知るために最初分かんないんでやっていましたけど、今は十分分かりましたんで、これはね、妙なお金の負担かけるべきではないなと思いますし、で、高いものがいいものとかね、そういう考えも違って、お金なんてもともとなくてもよくって、価値を確かめてからお金をね、払うなら払うっていうことでもいいと思うんですよ。私はそういうふうに今思ってます。価値を確かめてからね、例えば飲食店に行ってスパゲッティがまずかったら、払わずにちゃんと理由を話してね、食い逃げじゃないですから、訳を話して、払えないですこれはっていうふうなことをお話して帰ってくればいいと思うんですよ。それが300円だろうが500円だろうがですよ。で、高級料理ね、2万とか3万とか食べるシェフってのは、きっとこれちょっとあまりにもひどい味なんでお金払いませんって言ったら、これやったことないですけども、シェフは商売のためにやってる部分もありますけども、自分の腕をかけてね、お金いただいてるんで、そういうことだったら受け取れませんっていうふうに毅然として、お料理に満足いただけなかった人からお金受け取らないみたいなこともやるんではないかなと思いますよね。まあもちろん会社に属してればそんなことできないかもしれませんけども、まあそんな感じでね、お金にこだわりすぎるのかなというふうに私は思ってます。そして借金を恐れすぎるということです。借金ってのは悪いことのように思いますけども、この世の中って誰かが借金しないと回らない世の中になってるんですよ。誰かが借金するから、お金を貸した人が資産ができて、その資産を持ってですね、多くのまた流通が起きる、商売が流通するということになってきます。誰も借金しない世の中って本当危険ですよ。仕入れも借金じゃないですか。現金商売をやってったら、経済が停滞する部分が多いわけですよ。だからそういうことを考えると、もっともっと私たちはね、お金の勉強をしなくてはならないと。それは学校が教えてくれないとか、親が教えてくれないなんて未だに言うんではなくって、もうね、30とか40になったら自力でやって当たり前のことですよ。お金のことなんて、なんかお金のことってね、お小遣いもらった瞬間にね、10歳ぐらいでもらうと思うんですけども、10歳ぐらいからお金扱っといて、
お金にそれほどまで興味があるくせに、30、40になってもね、ひどい時には50になってもお金の教育日本では受けてないからねみたいなことをね、平然と言うわけですよ。それはね、教育してくれたものを全てね網羅してるんだったらいいですけども、教育受けたことを満足にできない人間が教育をしてくれないっていうね、その他者に責任をなすりつけるというか、恥ずかしくないのかなと思っちゃいますよね。特にお金のことに関して、自分の生命を支えてくれると、自分の生活費を支えるのがお金だっていうふうに思う、そして老後の頼みはお金だけだって言って、その行くほどね、お金をね神様のように扱ってる人がお金の勉強してないとかね、どんなね論理矛盾なんだと思っちゃいますけどね。でそういうふうなことになっちゃうんで、私はお金のこととかって、まあ、こだわらないわけですよ。もう財布にあるお金全部使ってもいいと。もっと言ったらね、お金全然なくても何のなんか困ることはないと思いますよ。人類発祥の最初からお金ってあったわけじゃないんですよ。最近ですよ、この貨幣経済ができたのは。それまでその貨幣経済が始まる前はお金がない人だって幸せに豊かに暮らしてたわけですよね。で今なんでお金が必要かっていうと、そのね、スマートフォン持とうとかね、パソコン買おうとか、なんか物質的な欲求を満たそうとか思うから、それはお金必要になってきますよ。だからお金じゃないんですよ、そこは。ただ現金はいりますよ。私が言ってるお金が必要とか必要じゃないっていうのは、1円もいらないんですかって極端な話じゃないんですよ。生活していくのにそんなにお金いらないでしょってことなんですよ。例えば借金するほどにそんなにお金いらないですよ、生きていくのに。だって毎月の生活費が例えばね15万だとするじゃないですか。15万ね、15万って借金しないと作れない金額ではないと思いますよ。私は究極生活保護でいいわけじゃないですか。15万はね、やっぱりね、高校生の夏休みのアルバイトってそのぐらい作るわけですから、もうちょっとお金のことをシンプルに考えていけばできると思いますけどもね、というのが私の見解でございます。そしてですね、まとめるに、1億円ぐらい、まあ1億の話もしましょうかね。1億円ぐらい、これ誰でも作れますよ。で、やらないんですよ。1億円を稼ぐための最初の10万円とか、最初の1万円とか、最初の1000円すら取り組まないんですよ。1億円を一気にって考えたら難しいですよ。でも1億円だってね、1円の積み重ねなんですよ。100円の積み重ねなんですよ。1000円の積み重ねです。私は10万円の積み重ねを3年間で考えましたけども、これね、別に1000円稼ぐのってできるんじゃないですか。ね。1億円ぐらいできますよ、やっぱり。で、早くね、3年とか5年とかで1億円っていうお金を残そうと思ったら、これも誰でもできるんですよ。誰でも成功できるんですよ。ただし、あなたしかできないことでやった方が、それは早く1億円が作れるっていうことなんですよ。あなたしかできないことですよ。競合があるものは1億円を作るのすごく時間かかっちゃいます。競合がいるから。だから競合がいるものではなくて、競合のいないもの、自分にしかできないこと、自分の代わりができないもの、それをやっていけばいいんじゃないですか。それは同時にですね、あなたが存在する意味にもなるわけですよ。お金なんていうのに頼らなくても、自分っていうものがあればきちんと自分豊かに、もう暮らしも困らずに楽しく面白くね、そして、意味深い人生を送ることができるんですよね。で、実は最後の最後にまとめますけども、私たちの幸せや人生や喜びっていうのは、そんな値段がつくようなものなんですかね。だからお金があればできるっていうことは、所詮自分の人生が金に変えられるっていうふうに言ってるだけだと思いますね。だからそういう生き方が好きならいいですけども、私は到底そういうこと思えないですね。お金がなくったって、借金があったって、私はね幸せでございました。それは私個人がそうなのであって、みんなもそう思えってことではないです。で、私にですね、お金のことを語れって言われたら、今回みたいなことになりますんで多分誰とも合わないと思いますけど、こんな思考はバカな考え方だと思いますよ。いや、久保さんはね、久保さんだからそういうこと言うんですよっていう人出てくるんですよ。当たり前じゃないですか。私だから言うんですよね。で、小林さんだったら小林さんなりの意見が出てくるし、田中さんだったら田中さんなりの意見が出てくるんですよ。それは田中さんだからそう言うんでしょって、その通りじゃないですか。100人に聞いたら100人に言わないといけないですよ。あなただからそう言うんでしょって。それそうでしょ。久保さんに意見を求めてきてて、私が答えたら久保さんだからそう言うんでしょって、当たり前じゃないですか。私に聞いてるんだから。で、私がね、別の人の意見を答えろって言われたら、久保さんだからそう言うんでしょってなんないでしょ。だからね、全てにおいてもうちんぷんかんぷんなんですよ。もうなんだかね、私がちんぷんかんぷんなんでしょうかね。ということで、なんかギャグみたいな動画になってしまいましたけども、お金に関してはこんな感じでございます。余計わけわかんなくなりましたね。ということで今日は終わりです。さようなら。